こんにちは、アブラミチョなんです。はい、今日はね、アクションカメラのね、風切り音対策第2弾です。前回ね、メラミンスポンジっていうんですかね、お掃除用の濡らしてこすったら、汚れが落ちるってスポンジを切り取って、そのアクションカメラをね埋め込んで風切り音対策しようと思いましたが、もうコッパみじんこに失敗しました。それでね、今回はちょっとアレンジしようと思って、こんなものをダイソーさんで買ってきました。ドーン、キッチンスポンジです。これならね、多少引っ張ってもね、ちぎれることはないと思いますんでね、これを切り取ってね、埋め込んでいきたいと思います。これいいでしょ、6個入ってね、100円ですからね、失敗してもそんなにショックが大きくないかなといったところで、じゃあね、これでちょっとね、作業してみましょう。はい、じゃあね、めげずにやっていきましょう。まずね、スポンジ、何でもいいからとりあえずこれでいきますか。というのもね、こっちの硬い面はもう切り落として使えませんから、結局まあどの色使っても一緒ってことですからね。じゃあやっていきましょう。まずはこの、はめ込んで使うんですが、ちょうどね、これ切り落としたと切り落としたのとね同じサイズぐらいですので、もう最初に切り落としちゃうことにします。うまいこと切れるかな。いつも行き当たりばったりでやるんでね、失敗ばっかりしてるんですがね、まあまあ人に見せるもんでもないし、気楽に行こうじゃありませんかね。なんか魚の調理して皮剥いでるみたいですね。よしよし、はい、うん、まあちょっと身が残りましたけどね、こんなもんじゃないでしょうか。ちょっとデコボコですけどね、気にしませんね。じゃあこれはこれでね、なんか食器洗いっちゅうか、なんか洗うのに使えますから置いとくことにします。じゃあね、次は、これを要はね、くり抜いてスポーンと入れるんですけども、上がね、このマイク、ボコッとへこんでるとこがマイクなんで、上に来る方をね、厚めにしたいんで、ちょっと今からね、下書きっちゅうか、どのぐらいで切り取るかをね、ガイドラインを引いて切っていきたいと思います。ボールペンじゃ色なかなかつかないんでね、もうちょっとブサイクな仕上がりですけど、サインペンでいくことにします。どれぐらいかな、若干ね、狭めでいいと思うんですよ、伸びるんでね。つまり今引いた線の、内側をね、切るようなイメージで作っていきたいと思います。よいしょ。これはね、もうハサミの方がいいかもしれないですね。よしと、はい、まずはカッターでいいか、ね、カッターで、これうまく切れるかな。お、入った入った。ちょっとね、オーバーランというか多めに切りすぎちゃうと、そっからね避けちゃうんでね、それだけ避けなきゃいかんということで、端っちょね、この角の部分は丁寧にやりたいと思います。メラミンスポンジはそれでえらい失敗しましたからね。よし、じゃあ抜いていきます。ズボ、あ、よし、あー、ちょっとやばそう。あー、ここちょっとね、裂け目入っちゃいました。甘いな俺は。丁寧にやったつもりなんですけどね、その他の角はねいい感じなんですがね、ここだけちょっと裂け目が入ってしまいました。また失敗するかな、これで。でもね、
メラミンスポンジと比べて伸縮性がありますんでね、多少にして引っ張ったところでね大丈夫じゃないかと思います。じゃあねはめていきましょう。ねやっぱりちょっとね、こっちの方が狭いですね、こっちが広い、だから広い方からね押し込んでいきたいと思います。厚みはそうですね、こっちが厚いから、マイクのある上にしたいと思いますんで、こうですね、うん、これで、こっち側から広い方から入れるとよっ。できました完成です。まあもちろんねこのままだとでかすぎるんで横切り落としていきたいと思います。これいいんじゃないですか、うん、これだったらねもうすぐずらしてピッと、撮影ボタン押せますしポコッとかぶせてしまえばね、うん、これは結構効果あるんじゃないかと思いますよ。じゃあ仕上げていきましょう。おう、珍しく私にしてはいい感じでできたんじゃないかなと思います。これも横はねハサミでいいです。そんなにね細かいこと気にしませんからね、ハサミでいいですよ。よいしょ、うん、まあこんなちょっとペンの書いた跡が残りましたけどこんなもん気にしませんね。これしかしあれですね、装着も1秒、まあ、1秒ってことはないにしてもいいんじゃないですか。ほらまあ衝撃防止にもなるしね、いいんじゃないかなこれ。うん、なんといってもスポンジですからね、こうやってまあどうでもいいんですけどこうキューッと小さくなるんでアクションカメラ入れてるケースに突っ込んでおけばね、いざという時にパカッと広げてこうすぐはめられますから、速攻性ねあるんじゃないかと思います。じゃあね風切り音テスト、やってみましょうか。はい、じゃあ風切り音テストいきます。まずは風防なしです。いけるかな。はい、録音開始しました。録画か。じゃあ行きますよ。はい、風をね強風モードにしたやつを直接当てています。私のこれ喋ってる声が入ってますでしょうか、どうでしょうか。結構風強いです。声入ってるでしょうか、というか今までの実験で入ってないんでねほとんど聞こえることもないんじゃないかと思います。じゃあはい、録画停止しました。で次はね、今作ったこれをね、スポッとはめます。簡単ですね。まあ、録画ボタンをね、こう押してからかぶせてもいいんですけど、よし、じゃあね、今風当たってないです。風当てますよ、いきますよっ。はい、同じ条件で風を当ててみました。僕の声は入ってますでしょうか、どうでしょうか。聞こえますか。多分聞こえると思いますけどね。せっかくですからね、一曲歌ってみましょう。荒野の果てに。風吹き荒れ、雨が降り継ぐ。どうでしょうか。これ綺麗に入ってると嬉しいな。では、撮影を終了したいと思います。じゃあ結果を見てみましょう。録音開始しました。録画か。じゃあ行きますよ。じゃあね、今風当たってないです。風当てますよ。行きます。よっ。はい、同じ条件で風を当ててみました。僕の声は入ってますでしょうか、どうでしょうか。聞こえますか。多分聞こえると思いますけどね。せっかくですからね、一曲歌ってみましょう。荒野の果てに。風吹き荒れ、雨が
降り継ぐ。どうでしょうか。これ綺麗に入ってると嬉しいな。では、撮影を終了したいと思います。